天台校数学科の佐野哲也です。東北大学の数学を担当しております。文系理系数学ともに全問記述式で出題されます。文系理系ともに確率や積分といった割と出題のされやすい分野もありますけれども、全体としては各分野から幅広く出題されております。東北大学の数学の出題意図として発表されておりますように、基本の理解、推論の力、そして計算の力を問う問題を中心に出題されています。計算をするだけで簡単に最後まで到達できそうな問題であっても、非常に多くの計算量と体力が要求される問題もございますし、見たことないように感じられる問題であっても、基本をうまく使いこなせば最後まで到達できるという推論の力を試される問題も出題されております。各方向で扱っている基本内容をあらなく正確に理解することが重要になります。理解とは決して問題ごとをパターン化し丸を覚えしてしまうということではございません。基本の公式の作り、そしてその公式が問題を解く際にどのような場面で有効に生かされるのか、そういったことを日々の学習や模擬試験を通じて実際に手を動かし定着させていくことが重要になります。さらに白紙に自分で答案を書くという練習も不可欠になります。最初はうまく書けないかもしれません。ですがどのようにしたら読み手に自分の考えが伝わるのか、どこまで説明を書けばいいのか、決められたスペースの中に答案をきちんと埋めるにはどうしたらいいか、そういったことを考えながら日々練習を重ねていってください。入試本番まで1年を切りますと、どうしても難しめの問題を中心に練習をしたくなるかもしれません。ですが東北大学の入試は基本の知識をうまく活用して解く問題が中心です。ですからこれまで各高校で扱ってきた内容を自力で解き切ることができるかを今一度見直すことが重要になります。また演習をしていく中で難しめな問題に出会った時、やむなく自分で解くことができず解答例を見ることになるかもしれません。それは決して悪いことではありません。ただその解答例の表面だけを追っかけるのではなく、どうしてここでこの手法を取るのか、どうしてこの公式が役に立つのかといった根底の理屈の部分を追いかけることこそ重要な学習になります。まずは東北大学で実際に出題された過去問を何年分か見てみてください。自分の力は今これだけ足りていてこれだけ足りていないのかといったことを実際に感じてみてください。目標から逆算して自分が足りない部分を埋めていくことこそ合格への近道になります。東北大学から発表されている志願者へのメッセージの中で、知識よりもその活用が大切というメッセージがあります。知識をただ覚えるだけでなく、それを活用する力こそ合格するための鍵になります。その力をつけるための演習をコツコツと積み重ねていってください。